今度は腕を曲げながら後ろの方に引き寄せます。前に押し出して、息を止めないように注意をしながら押し出します。両腕を上に上げて胸の運動です。両手はお腹に、背中を丸めて気持ちよく伸びをして緩めます。息を大きく吸い込んで吐きます。もう一度、肘を曲げて上体をゆすります。立ってる方は足の曲げ伸ばしを加えて軽く軽く体を横に曲げます。反対側へ、胸の横をしっかりと伸ばして両手を後ろで組みましょう。首の運動、ゆっくりと前に後ろへ、横曲げです。横に横に、左右にねじります。横を向くようにして反対側へ、突き出す運動です。体を横で4回ゆすってから突き出すように腕を伸ばします。1、2、3、4、力強く。反対側も同じように、ゆすってゆすって。立ってる方は足を戻して良い姿勢をとりください。片足を前に踏み出しながら上体を前に倒して腕を横に広げて胸をしっかりと張りましょう。バランスをとりながらゆっくりと足を戻しながら柔らかく二度ゆすって腰から起こします。座ってる方も手先を見るようにして上体を倒します。胸を張って背筋をしっかりと伸ばしてください。柔らかく4回ゆすりましょう。繰り返して、足や腰、背中の筋肉十分に引き締まっていますでしょうか。軽く息を吐き出しながら前の方へ胸を張りましょう。腕と足の運動です。1、2、立ってる方は横の方に移動します。座ってる方は肘を膝の方に近づけながら前曲げです。1、2、3、4、深呼吸です。深く吸い込んで吐きます。今朝も関節や筋肉の柔軟性を高めるためにストレッチ体操を行いますが、今日は床に腰を下ろした姿勢で行います。両膝を立ててつま先をつかんでください。ご自分のおへそを見るようにしてゆっくりと背中を丸めていきます。今度は胸をいっぱいに張って背筋をしっかりと伸ばしましょう。さあ気持ちよく行います。はい、軽く息を吐きながら胸を張ります。ご自分のおへそを見るようにして背中を丸く、背筋をしっかりと伸ばしましょう。息を吐いて静かに伸ばします。もう一度、はい。さあ続いて片手でしっかりと体を支えながら、もう片方の腕で膝の外側少し押し付けるようにして上体をねじります。さあご用意ください。はい、
息を軽く吐きながら背中や腰を十分に伸ばしてください。さあ腕を替えて反対側へも、呼吸を止めないように注意をしながら気持ちよく伸ばします。さあ両手を後ろについて体を支えながら足を軽く振ってください。ブラブラブラっと力を抜いて振ります。はい、結構です。気持ちよくストレッチできましたでしょうか。それではゆっくりとお立ちになってください。背筋を伸ばした良い姿勢をとりいただいて、ラジオ体操の第一です。背伸びの運動、はい、しっかりと伸びをして手足の運動、1、2、3、4、腕を回します。外回し内回し、腕で少し顔をこするようなつもりで、1、2、3、4、胸の運動です。横振りは軽く、斜め上に大きく、横曲げの運動です。座っている方はゆっくりと、反対側へも、体を前下に曲げます。柔らかく上を見上げるようにして反らせます。腕を振って体をねじります。斜め後ろへ大きく、大きく手足の運動、曲げて伸ばして曲げて下ろします。指先までしっかりと伸ばして、体を斜め下に曲げましょう。柔らかく正面で胸反らし、体を大きく回します。ぎゅっと腕で引っ張るようなつもりで、大きな円を描いてください。両足跳びの運動ですが、座っている方は肩の上げ下げを、手足の運動、呼吸を整えながらのびのびと、深呼吸です。深く吸い込んで吐きます。これで朝の体操の時間終わります。今日も一日どうぞお元気で、ごきげんよう。